で春の散歩へ行こう。もっと向こうの桜よ。目標はまだまだ遠いです。違う、春の散歩の序盤で事件は起こりました。大丈夫？見せてみ。キッペ気持ちがわかるね。最近こけたばっかりで。でもなかなかったよね。一度こけた。え？しばしカンタの回復を待つ。川行きたいんじゃない？もうちょっとあっち行ったら下に降りれるで。よし行こう。やって。じゃあ自転車。あ、それなんで転んだ？何もないとこなのに。急に前に倒れて。なんで？そっか。これは何でか分かってたよ。歩いてく？自転車乗ってく？片手で自転車行けるか。気を取り直して行ってみましょう。手を負傷しました。気をつけて。キッペついたよ。どう？見て。どうです、ここの景色。綺麗やろ。黄色い菜の花畑へレッツゴー。いた。カンタ大丈夫か？大丈夫じゃない。テンション下がっとる。寒いわ。うん？テンション寒いわ。チョベリバなんて死語なんで知ってんの？さすがやね。あっちの方見て。あれカモじゃないの？はまらんといてよ。靴やめて、キッペ靴やで。その靴乾かんもん。何その石？めっちゃ変わってるよ。まあ古い石どれだ。目見せて。もういいよ、そこに置いといて。なんかおるとこの中に雲だ。これが古い石？うん。見て見て、この雲気持ち悪い。あ？おお。これよくおるやつやん。気持ち悪い。
ポポこっちだよ。おばあちゃん、どこかってどっちの方が大丈夫？見てないけど、吉平なんじゃない？坂道やで。この日の1週間前に吉平も自転車でこけ、肩肘を負傷していました。まるで風の谷のナウシカのようやを。ランランララランランランやん。私が怒ると思った。ランランランかと思った。何の歌や。みんなポポ連れてきて。吉平ダッシュでお父さんのとこまで行ってポポ連れてきて。来てガレなんてます。え、ないない、ここは。ポポ写真撮るよ。なんか食ってる。じゃあしゃがんで撮る写真。あ、そうしよっか。いや、キッペ立ってもいいよ。じゃあしゃがんで。あ、いいね、いいね。きっぺ、お父さん隣いて。ポポがカミカミしとるとこの隣。はい。俺もやで。大丈夫かな。てか、そんなこと。てか、写真撮らないかんね。いいだめ。きっぺ、どこ行く？お父さんとカンタの間。それでいいの？ねえ、ポポだいぶ穴掘ったね。すごい。あれ？見て。ポポ見て。よっしゃ、落ち着いたか？さあ、仕切り直して撮影しましょう。じゃあみんな写真撮るよ。痛いの。撮ります。はい、3、2、1、カシどんな石だったんでしょうね。ワンちゃん、どう？お父さんやろ。お母さん自転車乗ってかないか。痛いから。キッペ行こう。カンタも行きや。もう行っていいよ。お母さん自転車乗ってたるで。カンタも行く。いいよ、行こっか。さくら、母ちゃん疲れた。だって今帰り始めたばっかだぞ。置いてかんから、ちょっとぐっちゃんの方まで取りに行ってくるだけだから。ポケモンしりとりスタート。いや、ならピカチュウ。うそっきー。
ウソッキーのキアを今聞かんた。ウソッキー覚えてよ。さあ、もうすぐお家だぞ。腹減ったな、早く家帰ろう。この日が土曜日だったため、カンタの手首は当て着をして固定。月曜日の朝一に整形外科へ行ってきました。どうでした？見せてて。あっちゃー、やっぱり骨折でしたか？あの、なんかね、うん、ぐちゃっとなるタイプの骨折やったね。大きいではなくぐちゃの方やったね。なんか最高手術があるという方がね、わかりました。全治どれだけですか？1ヶ月です。じゃあ1ヶ月はギブス生活エンジョイしましょうか。そうですね。はい、指を動かせるんですよ。そうやね、指動かせるのは良かったね。親指だよ、親指は。親指がね、ちょっと痛いだけ。そっかそっか、だんだん痛くなくなってくるで。じゃあ帰ろっか。帰ろっか。はい。みんなも怪我には気をつけてね。最後までご視聴ありがとうございました。